赤紙アリは、八目アリか、二節アリ赤に分類されるアリの一種。アメリカ合衆国南部、中央アメリカ、南アメリカ北部、カリブ諸島を原産地とする。世界各地の熱帯から熱帯に移入分布している。日本では、小笠原諸島の洋島、沖縄島、家島の在日米軍施設周辺に定着している。2017年、2018年には、 東京港や神戸港でも発見された。2018年に神戸港で発見されたアリは、インドネシアジャカルタ港から運ばれ、ポートアイランドに陸揚げされたコンテナから発見されている。働きアリの体長は3から5ミリメートルで、近縁な日本在来種と比べて大型。同族の近縁種とは、頭立て前縁の歯が2本であることで、区別できる。盛り上がったアリ塚は作らない。 集団でつながることで水に浮き、移動することができる。巣に刺激を与えるなどすると、防衛のため集団で噛みつき、腹部の針で猛烈に刺してくる。思考によって、アナフィラキシーショックが発生することがあり、日本でも1996年に沖縄島の在日米軍兵が本州に攻撃され、アナフィラキシーショックを引き起こしている。一方で、本州の毒は、 赤ヒアりほど強くはなく、死亡例は報告されていない。世界中の貿易活動に伴い、乗り物や物資に紛れ込んだりして、分布を拡大していった。日本では在日米軍の輸送物資に混入したものと考えられている。小型の接続動物の捕食、在来ありの競合、駆逐、人への思考被害、 餌となる甘露を提供する貝殻虫を本種が保護することによる農業被害など多くの問題を引き起こす。日本では2005年に外来生物法により特定外来生物の第一次指定を受けている。ABCDEFG 滝康彦財団法人自然環境研究センター決定版日本の外来生物平凡社、2008年4月21日 ISBN 978から4から582542417。58 ABCD 赤紙あり国立環境研究所、新入生物、DB ハット、赤紙あり東京、大見不当で1000匹有毒、亀裂にすか。日経新聞。https コロンスラッシュスラッシュ www. 日経 .com スラッシュアーティクルスラッシュ DGXLASDG14HD。 v u 7アンペア e 7 1 1 4 1 4千神戸港外のコンテナで有毒赤紙槍発見。 神戸新聞 NEXT, https://www.kob-np.co.jp e スラッシュニューススラッシュ sougou スラッシュ20 201804スラッシュ 001207283.html2018 年4月30日閲覧ありがとうございます。